VBA エキスパートは、マイクロソフトオフィスアプリケーションのエクセルやアクセスに搭載されている、マクロ VBA のスキルを認定する、資格試験制度である。2003年4月に開始され、主催元である、株式会社、オデッセイコミュニケーションズが認定している。試験は、コンピュータ上で回答する、CBT 形式で行われ、 試験終了直後に合否結果がわかる。合格すると約1ヶ月後に合格認定証が送付される。受験資格は特になく誰でもどの試験科目からでも受験できる。試験のレベルは3つあり、ベーシックレベル、スタンダードレベル、プロフェッショナルレベルの順に難しくなる。ベーシックレベルは VBA の基本文法を理解し、 ビジュアルベーシックエディターを使った基礎的なマクロの読解、記述能力を診断する。スタンダードレベルは、ベーシックレベルの内容をより深めた知識に加え、より高度なプログラムを記述、理解する能力を診断する。プロフェッショナルレベルは、エクセルやアクセスといった単体のアプリケーションを利用するというだけではなく、他のアプリケーションとの連携、他のデータベースへの接続、さらに、 オフィスアプリケーションをバージョンにアップするマイグレーションなど多岐にわたった知識、プログラミング能力を診断する。VBA エキスパートは2003年4月より開始されているが2009年3月に Microsoft Office アプリケーションのバージョンに依存しない試験として新たに4科目がリリースされた。スタンダードレベルは Excel VBA と Access VBA の2科目を 取得することで、スタンダードクラウンという称号が送られる。2003年4月から実施されていた、Office XP 対応の4科目は2009年末に、VBA Professional Office 2003は2014年3月に、それぞれ終了。現在は4科目が実施されている。現在実施中の試験科目2009年末に、 終了した試験科目2014年3月に終了した試験科目全国約600カ所の VBA エキスパート認定試験会場で受験できる。ただし試験実施日や申し込み方法は各試験会場が独自に設定しているので受験希望の試験会場に確認する必要がある。主催元であるオデッセイコミュニケーションズ発行の公式テキストと 公式模擬問題が販売されている。公式テキストは、同社が運営する、オンラインショップや、a m a z o n .co.jp、および、東京や大阪など大都市の一部書店で購入可能。公式模擬問題は、株式会社ベクターが運営する、ベクター PC ショップで販売している。認定試験会場には、VBA エキスパートの対策講座を実施している、教育機関がある。 中でも、講習内容や講師のスキルが特定の条件を満たした教育機関は VBA エキスパートオフィシャルトレーニングスクールとして認定されている。また、それぞれの試験科目の出題範囲とサンプル問題が公式サイトに公開されている。ありがとうございます。